皆さんこんにちは。こんな言葉知っていますか？酒は百薬の長である。古代中国においてお酒の税金を集めるために用いられていた適量の酒はどんな良薬よりも効果があると謳った言葉です。日本のつれづれ草にも百薬の長されど万病のもとといった趣旨のフレーズがあります。この言葉は健康への良くない影響を表しています。このようにアルコールは昔から良い面と悪い面があると言われているのですね。京大病院精神科で依存症の診察や研究をしております鶴見です。本日は依存症の専門家の立場からアルコール依存症について分かりやすく説明いたします。がんになりやすくなることをはじめとしてありとあらゆる臓器に影響が出ます。大抵の病気は飲めば飲むほどリスクが上がることが知られています。全く飲まないというのも寂しいですね。そうですね。実際リスクが上がることをどこまで認められるかについては個人差もあるかと思います。しかし様々な研究結果を見ていると飲酒量がある程度以上増えてくるとリスクの上がり方も急になることが多いようです。男性だと1日 20g 以下、女性だと 10g 以下が目安であり、週2回は休肝日を作ることも推奨されています。純アルコール量 20g は 500ml のビールロング缶1本ですが、 10g だとロング缶2分の1である 250ml です。女性は男性よりも肝臓が小さいことや、アルコールが女性ホルモンの分解を邪魔してしまい、乳がんのリスクを高めてしまうことから、男性の半分程度がいいという研究結果が出ています。また、妊娠の可能性がある時点から授乳中までは赤ちゃんに影響が出るので、飲酒を控えましょう。2022年から世界で使われ始めている ICD-11 という世界保健機構が作成した診断基準では、飲酒のコントロールがうまくいかないこと、さまざまな弊害が出ているにもかかわらず他のことを差し置いて飲酒中心の生活になってしまうこと、離脱症状や耐性などの身体症状が出てくること、これらの3つのうち2つ以上を同時に満たすと依存症と診断されます。弊害がどのようなものかというと、例えばお酒で体を壊してしまうこと、勉強、仕事、家事、子供の世話などがおろそかになること、周りの人に迷惑をかけて孤立してしまうことなどが挙げられます。今回はお酒による健康への影響やアルコール依存症がどのような病気であるかについて説明させていただきました。日本はお酒に寛容な文化がありますが、飲みすぎないよう節度を持った飲酒を心がけましょう。次回はアルコール依存症のメカニズムや治療について解説していただきます。ご視聴ありがとうございました。